街頭での演説会をいただきたいと思います。どうぞ皆さん、最後まで8位までしか音が出すことができません。どうぞ立ち止まってお聞きいただき、そして明日の投票日には鳥越俊太郎を都知事に皆さんのお力で押し上げていただきたいと思います。今日この司会を務めさせていただきます、東京生活者ネットワークの私、都議会議員の西崎美津子です。どうぞよろしくお願いいたします。たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。それではただいまより応援の名手をお呼びしたいと思います。まず生活の党、青木愛参議院議員です。お願いします。皆様こんばんは。ご紹介を賜りました生活の党の青木愛でございます。はい、いよいよ最終日となりました。この間小沢一郎代表先頭に、また山本太郎共同代表とともに生活の党一丸となってこの選挙戦に戦ってまいりました。鳥越さんはおっしゃいました。これまでご自身がやってきた仕事はひたすらに人々の声を聞く仕事だった。それが自分自身に、その自分ご自身の体に染みついている、体に染みついている、そうおっしゃいました。これは政治の原点でございます。こうした鳥越さんだからこそ、今始まったわけではない、何十年もそうしたお仕事を通して人々の声を聞いてきた鳥越さんだからこそ、真に都民の立場に立った、都民の声に誠実に耳を傾けていただける、そうした候補者だと確信をいたしたからでございます。2点目はやはり既得権益との対決でございます。一般会計7兆円、特別会計を含む13兆円という膨大なこの都政の予算、ここに既得権益が群がっているのでございます。自民党の議員、都知事ではこの既得権益に切り込むことができないのでございます。鳥越俊太郎さんはこれまで言論人としてこの既得権益に真っ向から対決をして戦ってこられた方でございます。並大抵のことではできないことでございます。ここに私は鳥越さんのこうした姿勢に本当に心から期待をするものでございます。そして国外に向けては非核都市宣言をされました。世界の平和に貢献をする、そして国内に目を転じればこの東京都知事として旗振り役をして、そして中央政府の交付金あるいは補助金にがんじがらめに縛られている、地方自治体と連携をして真の地方分権をやり遂げる、そうした覚悟を持っている鳥越さんだからこそ、日本だけの問題ではない、東京だけの問題でもない、世界が鳥越知事誕生を望んでいる、そう思っているのでございます。明日あともう一日ございます。もう鳥越俊太郎さんと決めてください。そして声をかけてください。お一人で結構でございます。大きな大きな力になります。東京都民が誇りを持てる都政を、東京都民が誇れる東京を、鳥越俊太郎さんを先頭に皆さんと一緒に作ってまいりましょう。どうかよろしくよろしくお願いを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。青木参議院議員ありがとうございました。ここで今日の応援弁士の皆さんをお呼びしたいと思います。社民党副党首福島みずほさん、共産党副局長小池晃さん、市民連合山口二郎法政大学教授、そして民進党代表岡田克也さんです。それでは応援を引き続いて行いたいと思います。
願いします。石破さん頑張って。どうも皆さんこんばんは。社民党副党首参議院議員福島みずほです。何としても何としても何としても鳥越俊太郎さん都知事に成功ではありませんか。私が鳥越さん何としても当選させたい3つ申し上げます。1つ目、私たちは社民党は自由と民主主義がある社会に住み続けたいからなんです。対立候補の人たちが万が一塵になって自由と民主主義は破壊をされてしまいます。ある女性候補は自民党日本国憲法改正草案いいじゃないかと言っています。核武装も言っています。こんな人たちに都政を譲る渡すわけにはいかないと思いますが、皆さんどうでしょうか。私はたまたま女性ですが、女性であればいいというものではないと思いますが、皆さんどうでしょうか。タカ派で新自由主義者の女性の都知事はいりません。そして優しくない女性都知事もいりません。だから私たちは堀越俊太郎さんなんです。2つ目、働いて住んでよし、働いてよし、今日学んでよし、環境によし、そんな都政を鳥越俊太郎さんと一緒に作っていこうではありませんか。私は東京都が大好き。多文化主義、多元主義、文化の共生、素晴らしいのが東京都です。しかし皆さん住みにくいところもあります。待機児童解消、これだって近々の課題です。規制緩和で詰め込めばいいという知事を、女性知事を誕生させてはなりません。そして皆さん働いてよし、世界を見ればソウルで、バルセロナで、そしてロンドンで、そしてニューヨークで反貧困の組長が誕生しています。この東京都で働いてよし、反貧困、格差是正の仕事をしてもらおうではありませんか。そして学んでよし、政府の給付型奨学金、返せなくても良い奨学金はゼロです。東京都で給付型奨学金を鳥越俊太郎さんに作ってもらおうではありませんか。そして4つ目、環境によし、脱原発を言っているのは鳥越俊太郎さんです。福島から電気をもらってきた私たち、脱原発を実現する知事を誕生させていこうではありませんか。そして自然エネルギー促進です。皆さん3つ目、人の意見を聞く知事を誕生させましょう。自民党が公認している、自民党が推薦している、そんな知事はごめんです。沖縄高江に襲いかかる安倍内閣と一緒にやる、そんな候補者はごめんです。鳥越俊太郎さんを何としても都知事に押し上げましょう。明日必ず勝利していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ただいまは社民党副党首福島みずほ参議院議員でした。それでは引き続きまして、共産党小池晃書記局長からお願いいたします。皆さんこんばんは。鳥越俊太郎さん、必ず勝たせようではありませんか。聞く耳を持っている、それが鳥越俊太郎さんです。だから鳥越さんの政策は日に日に進化をしています。3つのよし、住んでよし、働いてよし、環境によしが、学んでよしが加わって4つの良しになった。
3つのゼロ、保育園待機児童ゼロ、特養ホーム待機者ゼロ、原発ゼロを加わった、そして一つの旗、東京非核都市宣言の旗が立ちました。みんなの声に耳を傾けて、それを次々政策にしていく、それが皆さん民主主義ではありませんか。堀越さんの勝利で、都政に、都庁に、東京に民主主義を取り戻そうではございませんか。大体なんで今度選挙になったのか、考えれば答えは一つしかありません。あの元岩手県知事の方は、都政の混乱に終止符を打つと言いました。混乱させたのは誰ですか。自民党と公明党ではありませんか。反省文でも書いていただきたい。あの私と同じ名字のあの方は、自民党でないような顔をしているけども、自民党の幹部ではありませんか。猪瀬さん、松尾さんを応援した責任をしっかり取ってもらいたい。この問題ではっきり言える、堀越俊太郎さんしか綺麗な都政は作れません。都民の暮らしの問題どうか。松添さんだって待機児童をなくすと言ったけどできなかった。箱物作り、道路建設、昔ながらの大型開発ばっかりやってるから都民の暮らしに税金が回りません。あの元岩手県知事も、そして私と同じ名字の人も、舛添さんの長期ビジョンは大変よくできていると言っている。ならばこの都政を変えることができるのは堀越俊太郎さんしかいないではありませんか。そして堀越さんしか言っていないことが憲法の問題です。自民党は憲法は都政と関係ないと言いますが、とんでもありません。安倍首相が憲法を変え戦争できる国に進もうとしているときに、東京のリーダーがそれに待ったをかけることができなければ都知事の意味がないではありませんか。この間東京は最も憲法がないがしろにされてきたと思います。教育もそうだ、福祉もそうだ、人権もそうです。これを東京都政に憲法を取り戻す、このことを堀越俊太郎さんにやってもらおうではありませんか。私と同じ名字のあの方は、核武装を検討すると言って、核武装を検討するという人と非核都市宣言をやるという堀越俊太郎さん、どっちが東京のリーダーにふさわしいでしょうか。はっきりしたんじゃないですか。小池と名前がつくからといっていい人ばかりとは限りません。そして堀越さんの非核都市宣言には核兵器だけではない原発も入っている。この東京周辺250キロの原発止める、廃炉にする。かたや元岩手県知事は東京電力の社外取締役をやっていた。どっちが都民の願い託せますか。はっきりしてるではありませんか。皆さん、堀越さんの選挙を通じてこの首都東京で野党の共闘ができた。みんなが力を合わせて戦う選挙ができている。これは大きな大きな意味があるのではないでしょうか。市民と野党が力を合わせれば必ず政治は変えられます。堀越俊太郎さん、勝たせるためにどうか力を合わせましょう。ありがとうございました。局長ありがとうございました。この群衆の中には毎日のように応援に来てくださっております。沢地沙織さんがいらっしゃいます。いらっしゃいますか皆さん。
7月の26日、新宿の街頭からずっと鳥越さんを応援してくださっています。皆さん拍手で、サーチさんをお願いします。瀬戸内寂聴さんの応援メッセージもプラカードを持ってらっしゃると思います。それでは、多くの市民の方たちが応援していただいておりますが、今日は代表して市民連合から法政大学教授、山口二郎さんにお願いいたします。皆さんこんばんは。暑い中大勢集まっていただきましてありがとうございます。市民連合法政大学の山口です。ともかくこの選挙、鳥越さんに勝ってもらわなければ日本の民主主義は本当に大変な危機に陥ります。東京は一体どういう場所でしょうか。権力の中枢がある場所か、金儲けをする場所か。いや違います。我々にとっては生活の場所です。安倍政権でアベノミクスとかいろんなバカバカしい経済政策を推進してきた連中にとっては、所詮東京は権力の中枢であり金儲けの場所に過ぎない。都知事選挙になって途端に取ってつけたように都民目線とか言っていますが、そんなものは全部インチキです。今の都政に必要なものは人間の生活に対する思いやり、人間の命と人間の尊厳に対する敬意です。今の候補者の中で鳥越さんこそ病を克服し、ジャーナリストの経験を通して社会の矛盾を見てきた、そういう実体験から限りない人間への愛情と思いやりを持っている、そういう人こそ都知事にふさわしいと思いませんか。昔フランスのルソーという思想家はこう言いました。イギリス人は自分のことを自由だと思っているが、それは選挙の時だけだ。選挙が終わるや否や奴隷になってしまい、全ては無になってしまう。これは今の日本の状況そのものではありませんか。あの参議院選挙で憲法の毛の字も言わなかった安倍晋三は、選挙に勝ったら憲法改正と言い出した。そしてこの都知事選挙、東京は権力の中枢や金儲けの場所としか思っていないような候補者がもし毎日勝ったら、選挙が終わるや否や都民のことはすっかり忘れて、都民はまた奴隷扱いになるでしょう。そして都民の大きな負担と犠牲のもとに、オリンピックの施設建設やら巨大開発にまたその金が使われることになる。そういうことを防ぐために私たちが主権者である、この東京都政の主人公であるという意思表示をする、そのためには明日鳥越さんに一票を入れるしかない、そういうことだと思います。今問われているのは私たち東京都民のいわば見識です。この東京都知事選挙、もちろん国政にも影響があります。私たち東京都民の背中には日本中の心ある有権者、憲法を守りたい市民がいるんです。この日本全体の心ある市民に成り代わって、どうか皆さん明日の投票日、鳥越さんに一票を投じ、日本の憲法と民主主義と東京都民の生活を守る選択をしていこうではありませんか。私からも心から訴えます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。山口二郎さんでした。サーチさん、一体さん、ここに登場されました。こんばんは、サーチさんです。やっと上がってきました。今日の運動は8時までしかできないんですね。であといくらもありません。でもこのわずかな時間に私は瀬戸内寂聴さん94歳のメッセージをスタンプに掲げてくれていますけれども、寂聴さんは絶対に鳥越さんに勝ってもらわなければならないということです。それをお伝えします。でアメリカではヒラリー・クリントンが大統領候補になりました。これはアメリカの歴史上初めてです。当選すれば女の大統領は初めてです。
日本は女の人が参政権、つまり選挙をされたりする権利を長い戦いの後に獲得してから70年の記念です。私はアメリカがどうなろうと日本で今女の人が勝つこと、今は明日の選挙では求めません。この人が憲法に対しても平和に対しても命に対しても決して誠実に考えていないということをよく知っているからです。ヤクモさんのメッセージもそれにつきます。では、時間がないようですから鳥越さんに投票してください。ありがとうございました。それでは最後に、応援の最後に民進党代表岡田克也さんです。お願いします。皆さんこんばんは。たくさんの皆さんありがとうございます。そして今日まで鳥越さんのために一生懸命に活動していただいた皆さん、心から感謝申し上げます。本当にありがとう。鳥越さんにも感謝です。厳しい中で決意をして、そしてこの栃木選挙に立候補していただきました。心から感謝申し上げたいと思います。そして皆さん、その鳥越さんに対する感謝の気持ちを当選という形で示していこうじゃありませんか。ぜひ皆さんの力が必要なんです。あと一歩、ぜひこの集会の後、一人でも多くの方に真剣に呼びかけていただきたいんです。呼びかけていただきたいんです。今までの流れを断ち切って補正刷新できるのは鳥越俊太郎しかいないんだということを、ぜひ皆さんから語ってください。そもそもこの選挙、何のために行われているか。2代続けて都知事が、この日本国の首都である東京都の都知事が金銭スキャンダルで途中で辞める、こんな恥ずかしいことありませんよ。そういう流れを断ち切らなきゃいけない。しかもそれは都知事だけの問題なんですか。都議会はどうなんですか。ボス支配が横行してるんじゃありませんか。それも断ち切らなきゃいけない。できるのは皆さん一人しかいないじゃないですか。これぐらいさんしかいないじゃないですか。自民党丸抱えの増田さんでできますか。できませんよね。自民党都連の幹部だった、その間何も言えなくてできなくて、そして自民党に推薦状までいらして、その推薦状が出ないから急に批判的なことを言っている小池さんに皆さんできますか。できませんよね。だからとりあえずしかいないんですよ。どうか鳥越さん、まもなく登場すると思いますが、この選挙出ただけではダメなんです。結果を出さなきゃダメなんです。そのために皆さんの力を貸してください。流れを断ち切って新しい流れを作るために、この勇気ある決断をしていただいた鳥越さん、鳥越さんにぜひ皆さん今一段の力をいただきますようお願い申し上げて、私の皆様に対するお伝えといたします。どうもありがとうございました。民進党岡田代表ありがとうございました。鳥越候補が登場でございます。皆さん盛大な拍手でお願いいたします。いよいよ最後の演説になりました。どうぞ鳥越俊太郎のアピールをお聞きいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。新宿の南口にお集まりの東京都民の皆さん、こんばんは。こんばんは。私はまず決意してから19日間、そして選挙戦になって17日間戦ってきました。そしてこの最後の時を迎えております。私が今一番言いたいのは、私をずっと演説会場に足を止め来ていただき、
支援の声を送り続けて皆さん来てくださった皆さん、この皆さん方に感謝を言葉を捧げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのご支援の言葉、力がなければ私は今日まで歩いてこれなかった、そういうふうに思います。ありがとうございました。次に私はこの選挙カーはもちろん誰かが運転をしてる、そしてビラ配りもボランティアの人がいっぱいビラを配ってくれてます。私は多くのスタッフに囲まれて選挙戦を戦ってきました。こういう献身的に働いてこられた方々に私は深い感謝の念を述べたいと思います。ありがとうございました。そして今日社会見で次の代表選挙には出ないと言われた岡田民進党の代表は参議院選で野党共闘を成し遂げ一定の勝利を勝ち取り、そしてその流れで東京都知事選野党4党の推薦を私にくださいました。その岡田さんのこの労に私は本当に心から報いたいという気持ちを込めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてまあちょっと声は小さい声になりますが、私事ではありますが、私が選挙に出ると言ったら反対をしました。とことん反対しました。家族が選挙になったら私を支えてくれました。その家族にも感謝の言葉を一応述べさせていただきたいと思います。ありがとう、ありがとう。もう残り時間はあまりありません。しかしこの最後が大事なんですよ。最後は何事も勝負は爪が大事ね。ここで爪を誤ったらとんでもないことになるので、皆さん最後まで力を抜いて、一応街頭演説、街頭宣伝は8時で終わりです。しかし皆さんにはまだ時間が残っています。ぜひお願いします。お願いします。いいですか皆さん、よろしくお願いしますよ。私は3つの0ということを申し上げております。3つの0、待機児童0、待機児童なくそう、0にしよう。今東京都の発表では8500人ほどいる。しかし実際にはその数倍もの待機児童がいるんじゃないですか。この待機児童はぜひゼロにして、幸せな家族、幸せな家庭を築こうではありませんか。これは皆さん方、私たちの手でしかやれない。ぜひ皆さんの力を貸していただきたい。私が都知事になったら早速待機児童ゼロに手をつけます。次に2番目のゼロ、私3つのゼロということを申し上げました。2番目のゼロ、これは待機高齢者をゼロにするということです。今介護の少子高齢化が進み、やがては大介護時代がやってくると言われています。私たちの目の前には介護される高齢者の方々が大変苦労している姿が目に浮かんでまいります。こういう時に東京都政、石原都政、猪瀬、増添、3代続いた都政ではこういう問題をないがしろにしてきたんじゃないですか。その結果が今介護の不安を皆さんの中に植え付けている。したがって皆さんは毎日の消費、個人消費、いろんなものを買うということをやめて、ちょっとでも預金をして、貯金をして、金を貯めて老後に備えようと思ってるんじゃないですか。アベノミクスなんて言ってるけど、あんなものは成功なんかしてません。失敗です。個人消費全然伸びてません。それは皆さんの将来に、私たちの将来に不安が横たわっている。介護の時代がやってくる。そのためには個人消費なんかとてもじゃない、これがありていなところじゃないですか。そういうことを考えたら待機高齢者はゼロにしたい、私は切実にそう思います。ぜひ都知事になったらそこに手をつけます。3つ目のゼロ、3つ目のゼロは皆さん原発ゼロです。原発はいりません。
私は東京都知事として東京都民の命と財産を守るために震災に備えて、来るべき大震災があるとすればそれに備えて、東京から250キロ圏内にある原子力発電所の会社に原発の停止と最終的には廃炉を申し入れたいと思います。2011年3月11日の東日本大震災以来、東京都の250キロ圏内の原発は現実には動いておりません。だけど東京都に何か問題が生じたでしょうか。生じていません。これは東京都は原発なしでもやっていけるということの証明です。ぜひ私は原発ゼロを目指して、電力会社、具体的には東京電力、日本原電、中部電力、この3つの会社に停炉、停止、廃炉、この2つを申し入れたいと思います。そして最後にもう一つ、私は一本の旗を高く掲げたいと思っています。この旗は東京都は非核都市宣言をしたい。東京都には核はいらない、核武装はいらない、核兵器はいらない。これは大事なことなんですよ。私と今一緒に戦っている小池さんという女性の候補者は、何年か前の雑誌の中で核武装という選択肢は十分にあり得る、はっきりと述べておられます。核武装、日本に必要ですか。いらないでしょう。そんなものを選択肢として十分にあり得るという候補者、そういう人が知事になっていいと思いますか。はい、誰も思わない、誰も思わない、そう思います。ぜひそういう人の知事の姿は見たくないよね。はい、見たくない。非核都市宣言は核武装いらない、もう一つは原発もいらない。これは両方 核兵器と核分裂による原子力発電、これは両方ともいらない。これを私は高らかに一本の旗として、非核都市宣言という形で皆さんの前にご提示したい、お示ししたいと思います。いかがでしょうか。いよいよ最後の時間になってまいりました。いよいよもう時間もありません。ぜひ明日は投票所に行ってください。とりあえず投票所に行けば、あなた方の手は自然に一人の名前を書くようになっています。他の人の名前は書かない。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてぜひ新しい都政を作りましょうよ。皆さんの手で、私が作るんじゃない、みんなで都政を取り戻す、みんなに都政を取り戻す。いいですか、みんなで、みんなに都政を取り戻す、ここをぜひ実現したいと思いますが、いかがでしょうか。最後まで、最後まで気を抜かずに頑張りましょう。一緒に戦ってください。ありがとうございました、ありがとうございました。その長い選挙戦の間ご支援いただき、私は本当に心から嬉しく思っております。ありがとうございました。涙が出るほど嬉しいです。ありがとうございました、ありがとうございました。こちらの方、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも。山や三河の鳥越の民も多くの
になっています。まだまだ今日マイクは走りで使えませんが、皆さんポスティングとかチラシとかお友達に声をかけていただくことができますので、最後の最後まで鳥越俊太郎を栃木にぜひ押し上げるために皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。それでは最後に鳥越コール、皆さん鳥越コールよろしくお願いします。最大限に発揮して、できるだけ皆さんの素晴らしい結果を取り戻しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、皆さん。皆さんにご指導をお願いします。